愛知県名古屋市中区錦三丁目。この辺りはクラブや居酒屋、カラオケなどがひしめき合う東海地方最大の繁華街、金山地区として知られています。2018年5月17日午後8時前、そんなこの地区のビルの9階にある漫画喫茶を一人の男性が訪れました。西川智之さん、当時35歳です。同県尾張旭市、井田町3丁目に暮らしている智之さん。妻と2歳の長男との3人暮らしで銀行に勤めています。かつてタイやインドへの赴任も経験するなどエリート街道を歩んできた彼。2016年頃に実家の近所に家を建てました。智之さんは友人も多く、小学生の時に所属していた地元の少年野球チームの仲間たちと今も集まり、月に1回は練習していたそうです。そして最近はさらなるキャリアアップを目指し、仕事帰りに金融関係の勉強に励んでいました。その勉強の場として選んでいたのが漫画喫茶でした。家には妻と息子がいるため、自分に気を使わなくて済むよう漫画喫茶で勉強することにしたそうです。こうしてこの日も個室で勉強に励んでいた智之さん。午後8時20分頃、突然怒声が耳に入ります。振り向くと、そこには見知らぬ若い男が。一体何のつもりでしょうか。この後、この大都会を震撼させる大事件が起こります。突然押し入ってきた正体不明の男。その手には刃渡り約15センチの果物ナイフが握られていました。男はナイフを持ったまま智之さんを追いかけ始めます。逃げる彼、追いかけてくる男、それは10分近くに及びました。そして揉み合いに発展。午後8時25分頃、刃物を持って揉み合っている人がいるとお店側が110番通報を入れます。こうして警察が急行しました。しかし時すでに遅し、警察が駆けつけた時には西川智之さんは頭や胸などを刺され亡くなっていました。死因は失血死で、頭や胸だけでなく背中や顔、首などに十数箇所以上の刺し傷や切り傷が見つかります。警察は彼を刺した男を現行犯逮捕しました。逮捕されたのは稲田文弘、当時22歳。この男は現場となった漫画喫茶の客でした。逮捕後、警察に動機を語った稲田。信じられない発言が飛び出しました。物音が気になった、うるさく感じて押し入った。なんとたったそれだけのことで刺したのでしょうか。理解に苦しむ動機です。稲田文弘は殺害された智之さんとは全く面識がありませんでした。この男は果物ナイフを握っていましたが、それについては1週間前に堺で拾ったと主張します。うるさいから刺したと言い張る稲田文弘、それだけが動機だとはとても思えません。一体この男はどんな人物なのでしょうか。千葉県出身の稲田文弘、同県内の中学校を卒業後、2016年に父親の実家のある福島県に移り住みました。福島では飲食業や引っ越し業についていたこの男、その後福島県内の実家で農作業の手伝いをしていたそうです。しかし2017年11月頃、稲田は親元を離れることにしました。その理由は料理人になるため、京都で板前になるといい実家を出ています。その後実際に京都に向かったと思われるこの男、ただ長く続かなかったのか、あるいは仕事に就けなかったのか、稲田は岡山県や三重県などに移動しています。2018年4月までは両県の飲食店を転々としながら働いていたようです。実際に4月中旬頃、この男は三重県四日市市にあるキャバクラの面接を受けています。面接担当の店員に稲田は応募動機としてこう伝えました。岡山県のキャバクラ店に勤務していたが、金銭トラブルがあって逃げてきた。将来は自分の店を持ちたいと思っている。ただこの時稲田は家がなく住所不定の状態、ネットカフェに寝泊まりをしながら5、6軒の店を転々としていたようです。4月下旬には三重県桑名市のキャバクラで働いていたこの男、しかしこのお店もたった数日間で退職し姿を消してしまいました。稲田の面接を担当した先ほどの男性はこの男の印象について、暗くておとなしい感じ、一度も笑うことがなかったと語っています。どこにも馴染めなさそうな性格だった稲田文弘、
事件当日となった2018年5月17日の約1ヶ月前、その姿は岡山県岡山市にありました。この男はこの町であるものを購入します。智幸さんを刺した刃渡り約15センチのナイフです。当初は堺で拾ったと主張していた稲田、実際は自ら仕入れていたようです。ナイフを入手した理由について稲田はこう供述しました。その頃からイライラしていた。何かムカついたことがあったら誰でもいいから刺そうと思っていた。なんと浅はかな考えでしょう。どの仕事も長続きしないのもこの男の忍耐が足りないからでは。そして事件当日の2018年5月17日、そのムカついたことが起こってしまいます。この日、稲田はある通知を受け取りました。それはハローワークから紹介された事務職の不採用通知。どんな仕事をしてもうまくいかない。ついには雇ってくれるところもなくなった。稲田はかねてから考えていたことの決行を決めます。この日、稲田は現場となった漫画喫茶に智幸さんが来る約2時間前、午後6時過ぎに入店。智幸さんの2つ隣にある個室に入りました。そして午後8時20分頃、彼の個室に押し入って犯行に及びます。物音が気になったことが動機だと供述していた稲田ですが、本当の動機は仕事が見つからずイライラしていたというもの。自分が死ぬことができないからムカついて刺したなどと主張します。それ以降稲田はそれ以上は語りたくないと口をつぐんでしまいました。亡くなった西川智之さんやご遺族への謝罪、反省の弁は一切なし。稲田文弘の代わりにこの男の父親がご遺族に謝罪する羽目になりました。稲田の父親は被害者の方には申し訳ないと思っている。息子には反省と謝罪の気持ちを持ってほしいというコメントを発表しています。仕事が見つからなくてイライラしていたから刺した。論理が飛躍しており、あまり釈然としない動機です。実は稲田はこの年の3月まで精神疾患で通院していた経歴がありました。病院から薬も処方されていましたが、飲んではいなかったようです。職場をコロコロ変える不可解な行動も、その疾患の影響があったのかもしれません。警察は稲田の精神状態について慎重に調べることを決断、鑑定留置を始めました。その鑑定留置は刑事責任能力の有無を調べるため、もし責任能力なしとされてしまえば、智幸さんを殺害した責任を取らせることは難しくなります。果たして精神鑑定の結果は？2018年10月12日、名古屋地検は稲田文弘を殺人及び銃刀法違反の罪で起訴したことを発表します。鑑定留置の結果、稲田は刑事責任能力を問えると判断されました。さらに稲田は起訴後に新たな罪で再逮捕されています。実はこの男は事件を起こした2018年5月17日、通報を受けて駆けつけた男性巡査部長の頭にナイフを振り下ろしていました。幸いにも巡査部長に怪我はありませんでしたが、これにより被っていた帽子が貫かれています。これについて稲田は、思ったより早く警察官が来て押し倒してきたことなどにムカついたと供述。警察官に対する殺人未遂及び公務執行妨害の疑いで再逮捕となりました。これを経て始まった名古屋地裁での裁判。初公判の罪状認否の場で稲田は間違いないですと罪を認めました。弁護側は公判で犯行時責任能力があったかどうか疑わしいと刑事責任能力について改めて言及します。彼らは稲田文弘には責任能力がなかったとして無罪判決を求めました。これに対して検察側は稲田に懲役25年を求刑します。裁判長はどう判断したのでしょうか。判決公判で裁判長は争点となった責任能力について稲田には完全責任能力があったと認定します。必死に抵抗して逃げる被害者を約6分間にわたって執拗に追いかけ、身体の数要部を執拗に攻撃した。一連の犯行対応はまさに残虐の一語に尽きると稲田を断罪した裁判長、この男に懲役24年を言い渡しました。稲田文弘はこの判決を不服として控訴しますが、当然認められるはずもなく、2020年2月17日に棄却されています。その後上告したという情報はないので、おそらく二審判決で確定しているでしょう。稲田は今、どこかの刑務所で服役しているはずです。
2018年5月17日に殺害された西川智之さん。実はその年の8月、西川家には第二子が生まれる予定でした。智之さんの妻は彼がゴールデンウィークにベビー用品を揃えよう、大きくなったらここへ行こうなど、子供が生まれてから何をするかたくさん語った記憶を今も忘れることができないそうです。妻は智之さんのことを自慢の夫だったと語っています。家族思いで多くの友人に恵まれ、一家の大黒柱としてキャリアアップを目指していた智之さん。明確なビジョンを持ち、熱意を持って働いていた人間が、よりによってやる気もなく職場を転々としてきた人間に殺害されてしまうなんて。稲田文弘に仕事がないのは、今まで働き口をコロコロと変えてきたこの男自身のせい。原因は自分にあるはずなのに、社会のせいにして他人に八つ当たりする。稲田は刑務所にいる今も、自分のせいでここにいるわけではないと思っているのだろうか。もしそうなら、彼に出所する日が訪れたとしても、本当の幸せを実感できる日が来ることはないだろう。